皆さんこんにちは。今大阪に来てます。ね、今日ね、ここ、場所がね、丸善インテック大阪プールアイススケート場、ここに来てるんですけど、今日ここで前回僕の YouTube で出演してくれたミレイちゃんが全日本ショートトラックの大会があるって聞いたんでね、ちょっと応援しに来ました。かっこいいところをちょっと撮ってみたいんでね、皆さん期待しててください。それじゃあ、ミレイちゃん登場ですございます今日ね、全日本選手権か、はい、めちゃめちゃでかい大会だよな。はい、オリンピックの選考会のですね、はい、の大事な試合なんでね、はい、あんまり負荷かけないようにちょっと見てください皆さん。早速 S1 ネオの来てくれてます。なんでね、がっつり応援してね、今日が何だっけ、1500です。1500と500で、明日が1000m、はい、今日は僕今日しか入れないんでね、なんとかぎっしり、取っていきたいと思うんでね。あ、そうだ、これさあ、な、目標とかある？やっぱ社会人と大学生がいる、あ、そっかそっか、ジュニアじゃないから、はい、あ、そっか、全部の大会だから、はい、うん、だからその中に自分が食い込めたらなっていうのが、じゃあさ、なんか何位とかあるかな？どう？10位以内です。あ、10位以内、オッケー。じゃあ10位以内に入ったらじゃあなんかプレゼントしましょうか、なんかあのウェアとかゴーグルとか、まあもうそれかなんかご馳走するとか、それはまた考えてやった、ね、10位以内入ってもらえたら、皆さんもだから応援していきましょう。いきますよ、じゃあこれから撮っていきますそれじゃあ頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、中入りました。こんな感じ、めちゃめちゃ綺麗ですね。見えるかな、すごい綺麗なとこですね。なんとね、今ね、これショートトラックで実況があるんですけど、競輪でもおなじみの宮原愛治さんがいました。そこにそのちょっと実況の声も撮っていきたいですね。見てください、今公開練習です。もうちょっとしたらミレちゃん出るんじゃないですかね。下降りてみます。すいません、宮原さん、ミレちゃんが始めたっすね。やっぱガチっすね。黙々と走ってます。ストレッチして、いいっすね、しっかり備えて。
出ちゃってましたね。19番1500m 準々決勝、頑張れ、始まりますね。真ん中数19番、ちょうど真ん中、
き。1500終わったっすね。ミレイちゃん惜しくも決勝 A にはいけずに決勝 B だったっすね。で2着か3着、これどっちなんだろう、どうなるんだろう。2着だったら決勝に7人いたから9位になるから、まあ10位以内っていう目標が、あ、けど3着でも10位以内っていう目標達成できたかな。もしできたらね、なんかご飯とかパーツとかでも、ね、自転車じゃなくてなんか部品でもプレゼントするって言ったんでね、まあ、あと後半は 500m あるんで、それでも まだチャンスあるんでね、また見ていきたいと思います。それじゃあお疲れでした。ありがとうございます。どうだった今日は。いや、あんまいい結果ではなかったんですけど、でも目標の戦後で順位入ることができたので、うん、そうだな。だって社会人と大学生相手に、はい、な10位で健闘したよな、はい、約束通り10位に入ったんで、はい、なんか焼肉でもおごりますなんでね、僕は明日もあるんですけど今日帰るんで、またいい報告を待ってます。はい、はい、頑張ります。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。